はい、ということで今週も始まりましたけれども、はい、今さ、あのハマってる食べ物があって、何、あの空前のポップコーンブームが来てて、あ、いいじゃん、ね、ポップコーン誰しもハマるよね。ケンショーハマってたじゃん、なんか、はい、あの映画館の、うん、六本木ヒルズだっけ、そうそうそう、あ、何味、何味だっけ、塩バター、塩バターだよね、塩バターめちゃくちゃうまいよねどうしたの、いやもうこれね、びっくりしちゃって、遅いって、あのコストコに、コストコに電子レンジでできるポップコーンのやつがあるんですけど、ね、食べたことあります？ツイッターで見ましたね、それね、俺ない、僕がつぶやいたんですけど、うん、食べたことはない、ないない、めちゃくちゃうまいっすよ本当に、それはもう味付けしてあるんだ、もうバター、もう海外製品なんで、もうバターパチーンってくるんすよ、いいね、でしかも電子レンジで温めたんで、うん、熱々のね、めったに食えないじゃないですか、うん、ね、あの映画館って言ってもやっぱりちょっとほんのりあったかいぐらいで、熱々なんだ、熱々の出来たてポップコーン、追いバターしてないの、追いバターしなくても十分、もうすぐ指ベットベトになりました、その指がうまいんだ、指がその指が、そう、その指が麺だ、ほんとね、すごい、最初やっぱポップコーンって優しいじゃないですか、まあまあまあ、だからあれ味薄いんかなって思ってて、3回目ぐらいからもう濃い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 よく混ぜた、罪悪感ないしね、あ、食物繊維だからお腹にいいんでね、すごい、ましたお腹いい、すごい、絶好調だ、調子お腹いい、ちょっと今度あの僕箱買いしたんで持ってきますね、コストコだからお試し、なんか自分のハマったものをさ、最近よくさ勧めたがる、勧めたがる、いや昔からそうでしょ、だってフィナンシェとかもさ持ってきたじゃないですか、持ってきてたね、逆にみんな持ってこないのって待ってんだけど、俺一個勧めたいのでもあった最近、あります、じゃあちょっと次ので聞きましょう、じゃあ次のターンで、はい、たくさんのおすすめ聞きますんで、はい、何でしょうか、めちゃくちゃやだそれではいきます、うすいのこんばんどうしましょう、皆さんこんばんは、寺山たけしです、小野健翔です、澤田部ジョージです、岸本拓也です、この番組は運水メンバーがワイワイガヤガヤと賑やかにお届けする、流れる雲のように水のように自由気ままなラジオ番組です、今回は私寺山たけしが MC を担当します、はい、ということで338回目でございますけれども、気になるなあ、おすすめがあると、あのね、はい、まあ、まず最初に言いたいことは、はい、もう俺はもうあのセブン&アイホールディングスの犬です、あ、なるほど、ね、もうセブン&アイホールディングスさんの出すこう、はい、ご飯がね、うん、もう大好きなんですけど、そういうことね、はい、それはあれですか、セブンイレブンでいいですか、イトーヨーカドーですか、どっちでも買います、どっちでも、はあ、はい、の中で見つけたのが、はい、かりんとうまんじゅう、え、何それ、かりまん、カリマン、なんかや、カリマンって言うんですよ、カリ、なんかや、カリントーまんじゅうを略してカリマです、 SNS で流行ってるってことですか、いや昔からあるよ、昔からある、昔からある、俺初めて見たな、37年出会ってこなくて、うん、むちゃくちゃ美味しい、今のところだってカリカリなのか柔らかいのか分かんないもんね、外すげえカリッとしてて すごカリの、なんかあんこで、そう、あれおじいちゃんはちょっと気合い入れて噛まないとちょっと持ってかれるぐらい、え、まんじゅうなんですか、結構固めなんですか、そう、だから外側がカリントで中があんカリマンです、ちょっと想像がつかないぞ、あそんな感じ、そんな感じ、黒いんだ、こう長細いのが結構なんか主流ですね、でもまあセブンイレブンのはあの丸、こう丸いまんじゅう、どこのコーナーに売ってるんですかそれ、お菓子スイーツ、多分どら焼きとか置いてある、あそこに、あそこに今並んでた、冷やしてるってことですか、はい、もともと、まあ別に冷やさなくても多分常温でも美味しいと思う、パンの横のどら焼きゾーンってことですか、パンの横っていうか、俺はあのなんか冷たいあの和食、うん、和食っていうか和菓子ゾーンみたいなとこがあって、はいはい、あのプリンとかの並び、そう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 、あそこにあった、栃木か群馬が名産だった気がする、発祥、あ、確かに発祥が確か栃木か群馬だった、めっちゃうまいんだよカリマン、カリマン、いやカリマン嫌なんだよね、うん、なんかカリントまんじゅう、カリントまんじゅう美味しいんでぜひぜひカリマン、まあ、しかもね、食べてみようか、日本全国で多分食べれそうなんで、そうそうそう、なるほどね、ちょっとまあ気になる人はね、うん、ぜひ買ってみて、あと赤西貝、赤西貝、赤西、あの多分ケンちゃん食べれないかもだけど、
あの赤西貝っていう、はい、まあ、貝の種類があるらしいんだけど、はいはいはい、それがもうただのなんていうのお醤油つけて食べるだけのやつがあるんだけど、うん、多分もうボイルしてあるのかな。そう、ボイルした貝、そう、それもコンビニで、それセブンイレブンで食べるんです、でそれも結構みんな絶賛してて芸能人の人とか、うん、YouTube とかで、あのかまいたちの濱家さんとか、うん、で俺もいやと思ってちょっと舐めてかかったら、うん、もうひれ伏した。帰り買おうかな、セブンで赤西貝、貝ね、まあ貝ね、はい、ということで皆さん、はい、気になった方は買いながら食べながら聞いてみてください、はい、ということで最後までよろしくお願いします。運水の本番どうしましょう、ということで始まった運水の今晩どうしましょうなんですけれども、で、うん、はい、ああね、行きましたね、はい、行っちゃったね、先日ね、やばかった、オフィシャルヒゲダンディズムさんの、ね、はい、ライブ、武道館、うん、なんと運水4人ですよ、すごいよ、やばいよ、行っちゃったね、タイミングあってね、行けましたね、めちゃんこいい席だったね、すっごいいい席だったね、めちゃくちゃ一番いい席だった、うん、あの回で俺ら一番いい席座ってたんだよ、本当に申し訳なくなるぐらい、ね、うん、うん、まあ、経緯としましては、うん、まあ、僕がギターのね、うん、大輔さんって方と、はいはい、知り合いで、うん、でもうお誘いいただいたんで、はい、うん、で絶対行こうと思ってて、うん、ただちょっとその、まあ、まあ奥さんもすごい好きだから、はいはいはい、まあ、最初は奥さんと行けるかなと思ってたんだけど、うん、まあちょっとね平日しかなくて、うん、俺が行ける日が、うん、でまあそこが合わずっていうことで、うん、まあ、ただちょっと一人で行くのはと思って、うん、まあどうしようか、まあ、まあいっか、運水か、渋々かい、いや、まあ、でも俺らに声かける前に何人か声かけたでしょ、何組目、俺ら2番目あ、2番目、あ、結構高めだった、奥さんの次だな、ね、奥さんの次、あ、よかったよかった3番目いや3番目でも全然5本の目のうちが入るやつ、江口さん、そうそう、スパイファミリーさん、あ、そうだよ、そうそうそう、やってるから、その次に俺らその次よかったよ、みんな忙しくて、ほんとね、危なかった、売れっ子じゃなかったら本当に友達いねえんだなって思ったやばいよ、3番目がメンバー、それはちょっと待てよそれは待てや、違う、作った方がいいよ、あ、作った方がいい、声優さんで、あ、いやでもまあまあ気楽にっていける人、まあそうだね、うん、って考えたらっていうので、確かに誰と行くかって大事だからね、俺らの方がさ多分喜んだと思うよ、うん、奥さんより、うん、江口さんより、うん、俺らの方がめっちゃ喜んだと思う、うん、あ、その、うん、行けたことが、行けたことに、ね、ことが、あ、はいはいはい、より庶民だから俺らの方がだって共有できること多かったもんそうそうそう、俺らってストーリーやるじゃん、歌詞、そうそうそう、よく初舞台、うんちむんせ初舞台でさ、うん、聞いてたじゃん、ヒゲダンサーのさ、その時からのヒストリーあるわけだから、 そう、俺らで、その聴いてた曲も歌ってくれたしね、そうだね、結構歌ね、イタンナスターね、イタンナスターはさ、うん、もう大好きすぎて、うん、曲がどんどんさ、いろんな曲、うわ、この曲聴けるんだ、うん、この曲聴けるんだってなるにつれてさ、うん、イタンナスター聴けるのかなって思うの、うん、やってくれるのかな、歌ってくれないか、どうなんだろうってね、結構その時間ありましたよね、うん、でちょっとシングルとかその本当の楽曲とは違うイントロの始まり方だったからさ、そうそうそう、なんか、うん、最初気づかなくて、うん、途中から「おい、タンナスター!」ってなったあの感じね、もう泣きそうだったマジで、鳥肌立った、いやもう本当に歌声がやばいよ、ね、やばいやばいよね、帰ってすぐ、聞いたけど、ね、やっぱりライブ、生のライブ感はやっぱ全然違う、すごかったっすね、うん、本当に透き通った声で頑張られるなと思ったもん、うん、舞台、うん、頑張れるね、頑張られる、自分もこんくらいお客さん魅了しなきゃなって思った頑張れるなって思ったもんさ、ごめんね、同じ曲ばっかりでごめんなんだけどさ、イタンナスターの最後のさめっちゃ好きじゃん、イタンナスター、もう俺はそれ気に入ったよ、いや、まあ全部良かったんだけど、イタンナスターの最後のさ、怖がらずにどうか叫んでの後のさ、伸ばしやばくなかったね、あーってなった、伸ばしアレンジでやっぱ鳥肌立ちますよね、うん、あんなハスキーでかっこよくて、ね、と MC とかも素敵でさ、ね、そうそうそう、本当そうよ、なんか俺たちがない物語、うん、俺たちが見えない物語がずっとあったんだなと思うと、うん、なんか俺ら多分同じようなことを考えなかった、そう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 、あ、多分ケンショウ考えてない、何、ケンショウ詳しいもんね、あ、ヒゲダンさん、ね、あ、そうね、うん、俺は結構見てるから、うん、ライブも、いや、マジ胸いっぱいだったな、いや胸いっぱいだったし、うん、なんか本当ずっと応援してた気分になった、うん、全然俺ミーハーなんだけど、うん、有名な曲しか知らなかったんだけど、うん、
彼らのストーリーを感じました。やかましい。本当によかった。大ファンになっちゃうね。いや本当よね。本当に。あとねセット照明マジですごい。すごかったね。よかったわ。すごかったね本当に。本当に新しい曲のね照明とかね、うん、あんま言えないんですけど、はい、そうね、よかったね。本当にいい時間だった。毎回よかったって思うからな、うん、まあまだ2回しかやってないんだけど俺は。あ、もう2回目だったんだね、うん、俺はね、うん、2回だったけど。で俺ら本当関係者でも目立つような席座ってたじゃん、うん、もう一番いい席でしたからね。アリーナの人らこっちガミしてるからさ、だからヒゲダンさんの弟バンドだったと思われてました。そうそうそう、4人でいるからね。僕らは小野さんはバレてる。いやいやバレてない。慣れきてんだろうな。もう30代のいい大人がさ全力クラップよ。いや本当に全力ハンザップラップしてたよマジで。関係者席はあんまやんないんですけど、ね、あんまやらないからね。もう楽しませこれやんなきゃいけないと思って、ね、楽しかったです。ありがたい。また行きましょう。いやぜひお願いします。何番目に、何番目、まあ、3番目かそうでしょうね。まあいいでしょう、ね、多分お二人忙しいだろうから。はい、ということで、ふつおたの方も届いてますのでいくつか読まさせてください。うんこばネーム、はい、ひなみさんよりいただきました。ありがとうございます。うんすの皆さんこんばんは。うんすい、うんすい。けんしょうさん、はい、先日は京都での労働区域をお疲れ様でした。ありがとうございます、うん、昼夜どちらも参加させていただきました、はい、一般公開されてない鴻野までの労働区域、うん、本当に素晴らしかったです、うん、労働区の間も時々外の音や鳥の鳴き声等も聞こえてきて、うん、いつもとは違う労働区域だなと実感しながら拝聴いたしました、うん、特に夜は暗くなったことで雰囲気がまた変わったように感じましたし、うん、賢章さんの朗読での演じ分けがすごすぎて鳥肌が立ちました。雲水メンバーでの朗読劇もぜひ見てみたいなと思っております。やってみたい朗読などはございますか。俺らはやっちゃいかん。特にジョー君は初見読みきついっすよね。それいいじゃん、うん、じゃあジョー君の直しが終わんないよ、うん、終わんない終わんない。初見読みはもうきつい。あ、でも初見読み面白いかもね、うん、いやそういう楽しみ方、いやいやいや、そういう楽しみ方あるかも。でも一回でもその時タクシャーいなかったのがさ、おの、あの雲水で一回やったじゃん朗読劇。やったよやった。多分タクシャーいない時だと思う。何朗読しました。おのさん、おの大輔さんがだいぶ前ゲストで来てくれた時に、おの大輔さん、おの大輔さん、おのゆきさん、おのゆきさん、おのゆきさん来てくれた時、朗読劇やったやったやった。やった確かに。あ、やった。やったでしょ。すごいじゃん。俺おのゆさんと朗読劇一緒にやってんすね。そう俺ら。バチ豪華じゃん。やったわ。確かにやったわ。うまかった。やっぱ声優さんうまいっすよ。うまかった。え、それってある程度初見なの？いやいや。めっちゃ練習した。何回か練習した。あ、やりましたね、うん、あれ。やってやった。忘れてた。忘れてた。うん、やってないことにしてた。まあ、4人ではやってない。4人ではやってない。うん。まあ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 。でもやっぱ賢章の方がね、声優さんの方がうまいから、ね、うん、こういうのはね。いやいやいや。みんなそれぞれ仕事ではあんの？この間僕初めて朗読劇やりました、ね、めっちゃ楽しかったです。これちょっとファンの声にも言ってるんですけど、極力はもう朗読劇はやらないようにやらない方がいいっす。あんまり、いや違うの違うの、理由があるんですか。理由がやっぱこう、はい、動いてる方が楽しいなっていう、まあ、演じやすいですよね正直、うん、俳優としてはそう、うん、っていうのであんまり俺は、うん、でもコスパは割とまあそうですね、まあまあ稽古しなくていいっていうのね、うん、でも朗読劇ならではの面白さがあるんだって本当気づいた、うん、やってなんか想像、その聞いてる人がやっぱ想像しなきゃいけない分、うん、なんかその委ねる場合は多いよね、うん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 、楽しいですけどね。やり、どんな、やるならどんなやつする、どんなやつやりたい。もうなまってるもん。もうなまってるもん。全体もう漢字多い方がいいんじゃないですか。漢字多かったらめっちゃ面白い。いやでもなんかサスペンスとかハラハラするやつはやっぱ朗読劇向いてるんだろうなってすごい。サスペンス感じますしね、うんうんうん。声だけに乗せるってね。むずいよ本当に。見なよだから俺のやつを。ちょっと勉強させてもらおうかな。うんうん、これまだあるの？うん、配信が始まるんですよ。ああ配信見れるってこと？そう、配信で、あの編集したものが。うん、あの見れるんで、あカットされたものはね、そうそうそう、カット割りが、ね、でもお高いんでしょう、ちょっとわかんない今わかんないちょっと興味も出てきたし、うん、見てみてもいいかもしれない、ね、やる方向です、ね、平家物語をやったいいね、あそういう場所で平家物語を、平家物語とアニメのやつじゃなくて、あ犬をもやりました、あのアニメの、平家物語じゃなく平家物語、普通に平家物語と、うん、あと映画になったあの犬をね、いいね、やってそう絡めてやって、なんかいきなりさチームンスイ本公演はハードル高いから
イベントで一回経てもいいかもしれないですね。いやイベントでね一回そのやっぱ初見でどこまでいけるかっていう、ね、それでやった方がいいかも。それで チーム運水でやれるかどうかのジャッジメント。初見朗読劇初見朗読劇はやった方がいい。もう来年の企画それだな。いいですね、はい、ということで来年の、運水案件のイベント内容も決まったところで、じゃあ題材をさだからさ募集しよう。これ読んでほしい、これをやってほしい、小説これやってほしいとか古文とかはやめてね、さすがに分かんない漢文とかね分かんないから最悪いいね、芥川とかでどんなジャンルが僕らに合うかどうかも、やっぱいろいろやっていけば分かるかもしれないから、ね、ラノベとかもラノベとかもあると思うからね、うん、ということでその辺もお便りでお待ちしております、はい、これからもじゃんじゃんお便り送ってきてください。うんすい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 Runsley Richard Song。 こちらはリスナーさんから届いたリクエストをもとに僕たちが即興ソングを歌っていくコーナーです。では早速皆さんからいただいたリクエストを紹介しますが、はい、ランダムで撮ってください。撮ってクライマーとします、はい、こちらにしましょう。どうぞ。3つ目こちらでございます。うんこばネームももちゃさんよりいただきました。ありがとうございます。今回リクエストさせていただきたいのが慌てんぼうすぎたサンタクロースです。クリスマスを1ヶ月以上も間違えてしまった慌てんぼうすぎるサンタクロースの心情をポップに歌ったこの名曲、うん、クリスマス当日はサンタクロースとして家族の中で活躍するであろう寺山さんにお願いしたいです。大引きいいやん、うん、2回目かパパとしては。あーそうですね、パパソング、うん、あクリスマス来るな。クリスマスがね、クリスマスの何でしたっけ。慌てんぼうすぎたサンタクロース、うんうん、はいはいはい、1ヶ月早く来ちゃった、ね、しかも原曲あるしね、うん、全然原曲慌てんぼうのサンタクロースまでしか分かんないね、うん、OK、いける？行きましょう。それでは寺山さんに歌っていただきます。慌てんぼうすぎたサンタクロースです。シャン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 、君の笑顔が見たいからお手紙通りおもちゃを持ってきた。寒い寒い空気をよそに。シャン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 。君のリクエスト、ポポちゃん人形。おお、可愛いね。トイザラスによって買ってきたよ。自腹だ。君の笑顔が見たいから。クリスマスの日にやっ。できた。あれあれれのれ。iPhone 見たら1ヶ月前。現代だったね。あれれ。あれれれ。苦しくなった。あれれれ。あれれれれれ。でも来月も来るからプレゼント2個ね。あ、うん、ねえ前半、うん、後半きつかったですか。ずっときつかったっす。なんかあれね、うん、てら最近スランプか、うん、感じる。いやでも前半とっても良かったですよ。なんかなんかあの笑って笑ってごまかそうとするよね最近。ああ見抜いた見抜いた見る感じ。なんか途中で自分で笑って見抜かれました、うんうん、ちょっと出口見えなさすぎました。自信持ってやろう。わかりました、すいません。じゃ次もし俺がリクエスト来たら、うんうん、もうバッチリ決めるから。わかりました。スランプなんか抜け出しちゃうんだから。はい、じゃあ2通目いきましょうか。うんこネームシャーマン観戦をいただきました。うんすいの皆さんこんばんは。こんばんは。今回リクエストしたい曲はジョー君が歌う、もう先に来てます。早い。ジョー君が歌う早乙女思考数え歌。うん、思考数え歌。ジョー君の趣味思考を曲に合わせた、合わせてひたすら並べた、ファンからは今世紀最大の神曲と言われた、地味に売れ続けている曲です。ジョー君お願いします。俺がストレートやない、うん、だからジョー君の好きなものをただ並べてるだけでいいの。並べただけでいいって、もう結構これはもう楽じゃん。楽ですよ。メロディーぐらいです。あのメロディーぐらい自由なのは、うん、いいですか。いいよ。それではご本人に歌っていただきましょう。早乙女の思考数え歌です。ダダダンダンダン、のどぐろ決め、のどぐろ決め、チョコパイ、かぼちゃプリンに今日のデザート、
もっと熱くねえな。今まだ今表向きの好きなものだからね。食べ物ばっかり、スタバに行ったらチャイしか飲まない。確かに。フラペチーノは甘いのを絶対飲むよ。早乙女は。次は夜ご飯は何しよう。ご飯の歌だよ。ご飯は大好き。白いご飯にはやっぱり。そこ一番知りたい、決まってんだよ。やっぱりあれだよね。当てて以上です。うわ、やばやばかったな。麻雀が一回も出てこなかったっすね。好きな食べ物でしょ。いや、何でもいいよ。趣味嗜好、本当に何でもいい。食べ物に俺限定しちゃってた。自分でハードル上げた。マージャンって。いや、歌い出すの、歌い出すの。はい、ということでございますね。ありがとうございます。じゃあもう一個読みましょうかね。うん。はい、最後になります。本日最後。うんこばネームキキさんよりいただきました。皆さん、うそい。私がリクエストしたいのは、冬の定番ラブソング、温めてあげるです。失恋して寒く冷え切った乙女の心を温めてあげるような情熱的でねっとりとしたこの曲をメンバーの中で一番ねっとりとした人に歌ってほしいです。ねっとりした人は、ねっとりって何、あ、じゃあやっぱテラだ。いや、俺一番さっぱりしてるよ。違う、もうだってどういうねっとり、払拭したいでしょ。だって誰もねっとりしてないもん。めちゃくちゃうまいよ、全然さっぱりだもんな。いい、頼むよ、じゃんけんする。いいよ、イメージをいいよ、うん、いいだろう。いいだろう。いいだろう。いける？いいだろう。それでは温めてあげる。寺山さんに歌っていただきます。ラブソング、温めてあげる。君が泣いてるから、俺はレンタカーに乗って。街に向かう。助けてって言ったね、今行くよ。法定速度守りながら、夜道に一人で歩くから、変なやつが君を触って辛い思い出になってしまったね。俺がその思い出を払拭するから、今すぐに抱いてあげる。上手、上手。いいよ。でもね、君は俺の腕の中では癒せない。っていう歌なんですけど、解説入んの、ここから。これ実話なんですよ。大学時代の大学時代の実話で、当時付き合ってた女の子が、本当、あの通りすがりにもう変態な野郎に抱きつかれてしまって、泣きながら電話してくれて、もう僕免許取り立てですよ、もう深夜コンビニのバイトしてたんですけど、今彼女がこういう状態なんだよって言って、レンタバイトすぐ上がってレンタカー屋行って、24時間の椅子でバーって行って抱きしめようとしたら、やめてって言って、もうトラウマになっちゃった。もうトラウマになっちゃって、男性にそういう風にね。だから皆さん、そういうことだったら気をつけてください。まあ、その女性、ね、そのね、女性、何その実話を元にした歌。全然いじれない。全然いじれなかった。いや、そんくらい難しいんですよ。メロディーはすごい良、かった。ありがとうございます。よかった。ファルセット聞けたし、うん。ありがとう。名曲できましたね。できました、ね。来たんじゃない。リアルだったからね。スランプ抜けたか。抜けましたね。よかった。ラブソング歌わせてくれればもう。ラブソング担当。ラブソング担当だな。私なんて。うん、はい、ということで今回はここまででございます。こんな感じで僕たちに歌ってほしい歌のリクエストをじゃんじゃん送ってきてください。以上、うんすいリクエストソングでした。うんすいの今晩どうしましょう。うんすいに聞きたい100のこと。
こちらは皆さんから募集した運勢に聞きたい質問を一問一答形式で答えていくコーナーで、現在57の質問に答えていまして、ちょっとペース上げていこうっていう打ち合わせしたんですが、時間の都合今日1つですダメなんだよそれじゃ、ペース上げていこう、ちょっとリクエストソング俺ね、みんな長くなってしまって、はい、じゃ1つ行かせていただきます。うんこネームしおりさんです。はい、一番好きな駄菓子は何ですか。おおむずっ、駄菓子ね、一個もうこれだけ駄菓子ですよ、駄菓子ね、うん、うん、はい、ジョー君何でしょう。イカよっちゃん。あ、よっちゃんイカ、よっちゃんイカ、よっちゃん業界人の言い方ですかはい、私先行きましょうか、はい、あのなんか30円のフライドポテトみたいな、はい、丸い丸いやつ、あれ、ね、3枚入りのやつ、男の子映ってる、ね、そう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 、ステーキ味みたいなやつね、まあ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 、あれ好きですね。よっちゃんイカか。俺はタラタラしてんじゃねえ、あ、よっちゃんのライバル、ね、ライバル、うん、まあ、俺はねヨーグレット、ちっちゃくない、乙女だね、可愛いね、乙女じゃん、木のスプーン、ね、何色のパッケージ、いやでもやっぱ青かな、青ね、ですよねということでここまででございます。ちょっといつかあの時間取ってたくさん答えたいなと思いますので、はい、30ぐらいやろう、皆さんまだまだ質問募集してます、うん、はい、運水の今晩どうしましょう。運水活動日誌、ここからは運水の活動報告をしていきたいと思います。まずはお知らせです。運水アンギャ2022東京場所大阪場所の会場で販売したグッズがアニモプロデュースのオンラインショップで発売中です。残数わずかのグッズもありますので、ぜひ早めにお買い求めください。そして運水の今晩どうしましょう DJCD 第1弾から第5弾が通販サイト A&G ショップで販売されています。ぜひチェックしてください。はい、あと早乙女はですね、12月18日日曜日にですねバースデーイベントをやります。そして MC として岸本拓也さんが来ていただくので、はい、遅刻しないようによろしくお願いしますよかったら来てください。以上運水活動日でした。お送りしてきました運水の今晩どうしましょう、あっという間にエンディングの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。アドレスはすべて小文字で運水アットマーク JOQR.net UNSUI アットマーク JOQR.net です。お便りが採用された方にはステッカーをお配りするので、欲しい方は郵便番号住所氏名の記載をお忘れなく。また番組の最新回は金曜日のお昼より YouTube でも配信されています。こちらもよろしくお願いします。はい、ということで、うん、あの、はい、朗読劇、即興朗読劇さ、うん、コーナーでやっても面白そうだね。コーナーでね、うん、前やってなかった、なんかあれはあれか、いやもう台本があって、はい、ちゃんとあるやつね、ちゃんとあって、うん、そうね、っていうラジオコーナーにしても面白そうです、うんうん、はい、あーコーナーってそういうことか、ラジオのね、はいはいはい、これ読んでほしいっていう、ね、確かに確かに、それであの赤ペン先生してね、そうそうそ う, そう、うん、みんなでいいやつ、うん、皆さんオリジナルのね小説かストーリーでもね、確かにね、あすごいんですよね、新コーナー祭りでね、はい、それまで番組それでねやりましょう、はい、はい、ということでこのあたりでお別れです。ここまでのお相手は寺間武史と小野健翔と早乙女ジョージと岸本拓也でした。せーの、うずい、バイバイ。早乙女を知りたい、はい、こちらは独自の感性を持つ早乙女ジョージを知るコーナーです、はい、今回の質問は、うん、早乙女ジョージが初対面の人にこれをされたら切れるということは何、はい、あーなるほどね、うん、どうでしょうか、もう付き合いも長いですからね、じゃあ僕から、はい、検証、年下にあの初対面でいきなりタメ語で来られる、うん、ほうほうほう、たくさん、あの桃をケータリングの桃をないがしろにそれは切れる、はい、僕はですね、あの稽古場で自分抜きで写真をみんなで撮る、ああありそう、それでは早乙女さん、はい、これをされたら切れるということは何でしょうか。早乙女はこれを初対面でされたら切れます。髪の毛引っ張られる誰でも切れる、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 当たらんないねえわそんなやつ